で、ボケーショナルインタレストインマテリエル、資材に対する職業的な興味という章があり、守護者は資材の管理手順に関する職業に興味を持つと。つまり装備品や備品を収集し保管し記録し測定し分配するための手順ですと。この種の仕事では守護者は比類ない存在であり、他のどの仕事にも標準的な操作と規定通りの手順が適しているのはありませんと。もちろん守護者も新しいアイデアを出すこともあるが、彼らの創造性は最も簡単に配置とスケジューリングの分野で発揮されると。で、1848年、英国博物館の印刷管理者であるアントニオ・パッツィは彼のアイデアについてこう述べていると。タイトルはいくつかの見出しの下にアルファベット順に記入されるべきですと。今、それらを必要な順序で配置することができない場合、簡単に移動できなければならないと仮定すると、各タイトルは別々の紙のスリップに書かれています。必要に応じて頻繁に別の場所に移動されます。明らかにこれらのスリップが均一でなければ、サイズと内容の両方でその配置は機械的な困難を引き起こすことでしょうと。このアルファベット順、必要な順序、均一なサイズと内容、この概念はガーディアンにとって非常に重要であり、おそらくそれがなぜ彼らが事務作業や事務職の仕事に大いに満足しているのか、なぜ記録を保存し在庫を確認し通信に対応しファイリングをし会計を行い、そしてその中でも優れたものが幹部、管理者、オフィスマネージャー、公認会計士、銀行家などになっていくのかもしれないと。実際ビジネス界の巨星の多く、特に商品金融ではロックフェラーや J.P. モルガン、J.C. ペニーなどが S.J. タイプ守護者でしたと。しかし資材の言葉にはより現実的な意味もあって、農業は S.J. にとっては第二の自然ですと。特に植える、世話をする、収穫する、倉庫作業など、これらはこの S.J. の人たちに向いているスキルだというのが書いてあります。はい、感謝ですね。いやもう、はい、僕そういうの全く無理だと自覚しているので、はい、でもこの辺の厳格さは若干この NT の、なんていうんだろう、整理、はい、システム化と管理は違うんですね。システム化と管理は違うんじゃないですか。違いの色の見分けって隊長できます？できますよ。できますっていうか、まあ、こっちはもう現実的なところじゃないですか。SJ の人たちの管理って、はい、まあ、実際に本当にどう物を動かすかじゃないですか。そうです。あ、 NT の人たちもっと頭の中でこのシステム使ったらもっと効率よくなるんじゃないかみたいな話なんで、はい、なるほど、はい、要は本当にまあそれ本当にあれですね、ストラテジーと戦略って何でしたっけ、はい、戦術と戦略がちょっと今出てこないんですけど、はい、戦略上の方で、はい、システムを組むのが NT、うん、これってこういうふうにするとこのシステムとこのシステムこのシステムを使えばこういうふうに効率よくなるんじゃないのっていうのが多分 NT の人たちじゃないですか。で実際どうするのかは多分 SJ の人たちが組み立てたりとかして本当に動かしていくみたいな感じじゃないですか。でもそこでも考えますもんね、 SJ の人たちも、はい、実際のこの平坦の現場で、はい、でまあ、そこでセッションが生まれるのか、はい、でまあ、戦略、まあ、戦術でいくと SP ですけど、はい、まあ、運用じゃないですか。運用です、はいはい、なので実際にで細かくこのシステムとこのシステムとこのシステムを使えばいいとか、この機械とこの機械とこの機械を使えばこうやって連携させられるよねとか言っても、それをどこに置くのかとかってあるじゃないですか。あ、置く場所考えてないじゃんみたいな、 NT の人たちみたいな。でそういう実際の置く場所とか、まあ、SP が考えるかもしれないですけど、そうですね、はい、戦術になってきますもんね、はい、そういうのってっていう違いじゃないですかね。本当に使ってみるみたいな、はい、もう NF がいないですそこには、はいはい、人ですからね、はい、NF は、まあ、カーシー博士もこの中で言ってますが、はい、戦争の現場に NF はいなかったって言ってますから、はいはい、戦略、戦術、平坦、はい、
外交ですから、ね、外交はい、でお父さん、さくらさんのお父さんが SJ だと、公務員でしたと。はい、そうなんですよ。だからその ESFJ の時に公務員って書かれるんですよ、向いてる職業が、はい、うん、いや50歳で公務員って書かれてもさってまあそういう話じゃないですもんね。でもそういう話じゃないって言われてもさはい、はい、凛様は自分勝手もルールを持ち出されると怒りありますねと。ごめんなさい、ね、はい、意図と違うかもしれないんですけど、みんな自分勝手ですよね、人なんて。このまとめ方はダメですか。はい、まあ、SJ の人ってルールですけど、てかみんなルールじゃ、みんなルールじゃんとも思うんですよ。はい、まあなんか、まあ、どこまでルールを守るんですかね、 SJ の人たち。意味のないルールも本当に守るんですかね。あ、ね、はい、いいじゃんともありますよね。ごめんなさい、はい、いや、すいません。すべての内向機能はそれぞれの部分で一貫性を求めようとしていると。 SI は規則、 NI は本質、 FI は倫理、TI は論理。本質って言われると思う、はい、本質ってなんだよが、はい、出てくるんですけど、学面通りに受け取るタイプは S 型なのですかね。学面、まあそうじゃないですか。学面通りに受け取らないのが N 型。でも INTJ さんって、はい、言葉の意味ってそのまま受け取るんですよ、はい、っていう意味、イメージがあるんですね。はい、うん、僕も受け止めますよ。あ、想像はするけど、想像はするけど、想像は想像でしかないんですよ。 N の人はその想像を信じる傾向があるんじゃないかなって思ってるんですよね。きっとこの言葉には裏があるみたいな。で、僕的には裏があるかもしれない、裏がないかもしれないって受け取るみたいな、はい、うん、っていうと、はい、私は、はい、INTJ さん置いといて、はい、私は自分の裏の方を信じます。はい、はい、きっと今怒ってるな、はい、の方を信じるんですよ。はい、でそういうのはないです。分からないものは分からないって捉えるみたいな。どっちの可能性もあるものはどっちの可能性もあるって捉える。だから学面通りに受け取るタイプは S 型っていうよりも何なんでしょうね、学面通りに受け取るって、まあ、受け取るかどうかは分からないですけどね。そうですね、受け取ってるように見えてるのかもしれないですし、うん、あ、その嘘をついてるかもしれない、はい、って思うこともあるわけじゃないですか、うん、S 型、僕 SP ですけど、はい、あんま嘘かもしれないなって思ったことは嘘かもしれないって思ってる。嘘をついてるとは思うまでは思わない怒ってるなとかは感じます。怒ってるなとかは表情とかで感じることあるわけじゃないですか。あるわけじゃないですか、はいはいはい、そういうのは、あ、怒ってるかもしれない、でもまあかもしれないですよ。あ、怒ってるって決めない。怒ってるって決めない、まあなんか明らかに怒ってるバーンとかなる、ね、バーンとかやってれば、はい、わ、怒ってるなって思うけど、はい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 、でその顔で怒ってないって言われても、まあ、その表情も現実じゃないですか、事実。二等辺にディスられた藁、一貫性が取れてないと気持ち悪いのはあります。僕、人のことはディスったことないですそんなことはないですこっちを守るためにディスってるって話じゃないですか。 SJ が悪く言われてると NT をお前もだろうみたいなことを 言ったりするじゃないですか。とか、まあ、INTJ は言葉の額面通りお前らが受け取ってんだろってやったりしますよね。はい、ケゴリンさん、ごきげんよう。ごきげんよう。意味ないルール嫌いとって言われると、はい、いやいや、ルールにもいいところがあってだなって思ったりもします。はい、管理的なので相手によっては嫌われますね、うちの父もと。でもまあルールがあって守ってる人が いてこそっていうのは大人になって感じますよね。ルールがないとっていう部分はありますからね。ありますよね、はい、はい、